はい、皆さんどうも、こんばんは。こんばんは。サモヌシサモジョと向こう側にサモジさん、ホタイさんがおります。はい。本日はですね、タイトルにもある通り、はい、当チャンネルサモジとホタイの日常の収益を公開していきたいと思います。ペットチャンネルではですね、おそらく初めてだと思うんですよ。多分皆さん、多分どの猫チャンネルとか、まあワンちゃんのチャンネルとか、いろいろ見ても、実際この人たちってお金もらえてるのとか、どれぐらい稼いでるのとか、多分知らない方も多いと思います。で、今回伝える内容は、確定している最新の収益と400万以上再生されたショート動画があるんですけど、その収益と最高月収ですね、今までの中での最高月収と、2年弱サモジとホタイの日常というチャンネルを運営した感想と、今後の当チャンネルの運営方針を伝えていきたいと思います。その4つを伝えていきます。今寝起きです。Oh my god! 寝起きで急に撮影してるので、いける？いけるよ。いける？全然いける。目覚めてる今。全然いける？はい、まず一つ目、確定している最新の収益ですけども、はい、今年の10月分がすでにもう振り込まれている、確定しているので、はい、そちらを伝えていきたいと思います。はい、はい、10月の収益は、139,346円でした。どうですかね、この金額って。どう思うんだろうね、みんな。そうだね。これはあの Google さんからね、振り込まれた金額でして、ここからさらにね、あのうちのチャンネルは YouTube 事務所に所属しておりますので、あの何割かこう言えませんけど、ある一定額をこう持ってかれて、もっと少ない額が収益となります。で、よく登録者数 ×10 ぐらいが月収っていう風に言われてるんだよね。で、あの当チャンネルの場合は6万超えてるので、まあ60万ぐらいなのかな。普通の一般の YouTuber さんだったらそれぐらい、こんだけ登録者がいたら稼がれてるのかもしれないですけど、まあ、そこと比較するとね、だいぶ少ないかなっていう感覚だと思いますね。まあ、だけどね、あの、まあ、10万超えっていうことなんで、だいぶ大きい金額ではございます。まあ、あの、いろんな反応があるかなと思いますので、多いか少ないかとか、まあ、いろいろコメントいただければと思います。はい、では、2つ目、400万以上再生されたショート動画の収益っていうことで、現時点で420万再生されている動画っていうのが、実はありまして、はい、ここら辺にポンと出すか、あの概要欄にリンクは貼っておきますけど、あのサモジ君が小さい頃のおしゃべり動画っていうのが結構ショート動画でバズって、それが今もぐん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 伸びて、あれよあれよという間に伸びて420万再生ですね、現時点で。で、そちらの収益なんですけど、まあ、普通で400万再生されたらどれぐらいなのね。うちのチャンネルだったとしてもすごい額です、本当に。あの、あれが下手したらあれが100超えるんじゃないみたいな、なんかそれぐらいだね、普通の動画でもしそんだけ出たら。で、こんだけの再生数って、そのヒカキンさんとかはじめ社長でもなかなか出せないやつだよね、一般のやつで。バズったやつはそんだけ、まあ、余裕で超えますけど、なかなか出ないの、まあ、素人で出しちゃうみたいな。はい、ちょっと余談でしたが、で、こちらの収益はあの確定分っていうのが難しくて、出すのがざっくりとしか出ないんで、それはちょっとこうオブラートに包んでしか言えないので、今から伝えたいんですけど、あの日本の一番大きいお金の単位あるじゃないですか。ありますよね、あの日本の一番大きい、ね、単位が、はい、はい、そちらをちょっと理解してれば分かるんですけど、そちらを1チュール、はい、1チュールとしますと、
0.8 中ですね。420万再生されて、はい、まあ大きいっちゃ大きいお金なんですけど、うん、まあそんなもんかという感じですかね、うん、なんであのお金目的というよりかはそのうちの子可愛いでしょみたいな感じで、うん、みんなに知ってもらってこう広めたいとか、うん、まあ、きっかけの、そうそうそう、知ってもらうためにあの作った動画でして、まあ、ショート動画っていうのはそういう感じだよっていうのがあの知っていただけたらなというふうに、あ、今揺れてるのはホタニさんですね、うん、それでは、一番気になるかな、なんで笑ってホタニがホタニでさ水飲んどってね、今ね、裏で水飲んどって、そうだからさ笑っちゃったんで、皆さんがね一番気になるところ、はい、最高月収どんだけ稼いだのみたいなところだと思うんですけど、そちらをお伝えしたいと思います、はい、で一番その稼いだというか収益が出た月が今年の、なんかブシュッていう、なんか鼻に水入ったのか一番うちのチャンネルで収益が出たのが今年の2月になりますね、はい、はい、で、そちらの金額を今言いますね、はい、最高月収は483,943円でした。これはすごい出たよね、びっくりした、こんそう急にバンと再生されたんですよ。で何が再生されたかっていうと、そういうところ一番再生されたのが、ホタネさんの成長記録の動画なんですよね。で、その成長記録の動画自体は、その時の4ヶ月前。ぐらいなのよ、公開したのが。で、その時は、そんなにめちゃくちゃ再生されたわけでもなかったんですけど、急に年明けぐらいから、ぐっと再生されて、うん、100万再生ぐらい伸びて、うん、で今もちょこちょこ再生されてるんですけど、うん、でそこが一番伸びたのが2月で、で関連動画も一気にこうバーッと再生されて、うん、で結果こんな金額になったっていう感じですね、うん、なんかそれが元でねみたいな、その CM とか広告になって知ってもらえたというか、そう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 、まあ、そういう動画が再生されてすごい伸びたっていう感じですかね、うん、うん、でもあれは私も何回も見たくなるような動画、あれねちょっと感動、自分で言うのもなんだけど泣いちゃうちょっと、うん、結構あぜひ、概要欄にリンクを貼っておくのを見てほしいんですけど。だから何回も見てる人多いと思うけど、ね。うん。うちのチャンネルというか、まあ、ホタネさんのことを知りたければ、その動画を見たら、一つでこう、パッと、ああ、こんな感じで成長してきたんだ、みたいなのがわかるし。ドキュメンタリーみたいなね。そう。で、その後、サモジと初対面するんですけど、うんうん、まあ、その動画もまた見れたりとかすると、うん、うちのチャンネルのことを知っていただけるかな、と思います。はい、それが最高月収の話でしたけど、まあ、やっぱそんだけこう乱高下するんですよね、うん、もちろんそのそうやって稼げるとか収益が出る時もあれば、まあ、その最新みたいに低い時もあるとか、まあ、そういうのがもう本当にこう乱高下するので、まあ、個人的にはそのまあなんだろう、なんか専業 YouTuber として頑張ろうは本当になんかずっと続けられる人、うん、なんかバズり続ける人かな、うん、ちょっとペットチャンネルとかだとよくわからないですけど、ね、人間だったら本当に企画とかがすごい上手い人とかじゃないと、撮るだけじゃダメだと思う、ね、なかなか考えないといけない、大変練習とか、うん、そのトータルでっていう感じかな、うん、常に仕事しなきゃいけない、うん、常になんかこう最新のなんかいい動画をみたいなのを追い続けないといけないので、まあまあ専業 YouTuber は結構大変やなっていうのは感じたとこですね。で僕自身も専業ではなくて副業ということで、まあ別の職を僕はやってるのでウェブ系の仕事をやってるんですけど、それがあっての副業の YouTube なので
まあ専業は個人的にはあんまりお勧めしないかなという感じですかね。まあ、なんでその副業感覚で YouTube をこうやってるんですけど、ただその YouTube があるからその今の生活があるっていうのはすごく言える。できる。そうですね。簡単に言うと、ほんのちょっと気持ちにこう余裕を持って4人でこう仲良く幸せに暮らせられるなと、こう YouTube をやることでそういう風に感じてますね。具体的に言うと、まあ、今ここの家が 3LDK かな、まあ、動線にしては結構広いんですけど、うん、こういう広いところでサモジさん、ホタネさんもね、そのすごい広々としたところで楽しくこう駆け回ってるんですよ、ひたすら。もうすごい駆け回って、ホタネなんてもうめちゃくちゃ駆け回ってるんですけど、なんか前の家じゃそうできなかった、できなかったね、窮屈だったけど、うん、だからここの広さでちょうどいいぐらいの、なんならちょっと大きいぐらいの、ちょっと贅沢で聞いてるっていう、うん、うん、そう、それももちろん YouTube のおかげですし、なんていうの、そのなんかケチになるじゃないですけど、うん、ね、サムさん、ホタネさんのエーサーはこう休みに済ませるとかではなくて、本当に美味しいというか、まあ、特に僕は健康に気を使ってるんですけど、まあ、健康的なちょっと高めのご飯があるんですけど、まあ、そういうのも、もうもちろんそのケチることなくふんだんに与えることもできるし、消耗品もね、そのトイレが臭くなる前に変えたりとか、うん、何が過ごしやすい、そう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 、ストレスを感じないようなお世話できる、そう、生活環境を整えられてるのも YouTube のおかげです。まあ、あとは、あれですね、その今のお金じゃなくて、その将来のためのお金っていうことで、うん、いただいた YouTube の収益は、サムジさんとホタネさんの老後めちゃくちゃかかるって聞いてるんで、ね、猫さんはね。昔飼ってた実家の猫も、やっぱ老後、こう病気がちになったりとかしてたので、そういう時にもちゃんと最適な医療が受けれるように貯蓄できるっていうことで、要はその、最初にも言いましたけど、まあ、幸せにちょっと余裕を持って、うん、生活できるようになったっていうところがありますね。サモジさんとホタネさんがね、幸せな生活を送れてるのは、本当にもうサモハの皆様のおかげですと、ホタネさんも言っておりますね。はい、皆さんのおかげです。なので本当にいつもねご視聴いただいて本当にありがとうございます。はい、こんなサモ家ですが、これからもよろしくお願いします。はい、で最後ですね、2年弱サモジとホタネの日常を運営した感想とめっちゃコロコロですね今後の当チャンネルの方針ということをお話しさせていただきます。結論から言うとですね、振り返ってみるとYouTube 運営の意味っていうのをすごく考えさせられた2年弱でしたね。もともと保護猫サモジさんを飼い始めたのがきっかけで、猫 Vlog として残しておこうというふうに考えて始めたのが、うちのチャンネルのきっかけでした。でもその中でやっぱ変化があるんですよ。ね、捨て猫ホタネさんを保護した。そしてサモジとの同棲を開始した。はい、そしたらサモジの体調が悪化したみたいな。はい、まあ、いろんな事件がこう、過ごしてるだけで起こるんですね。で、それを撮って動画に上げるみたいなのをやってたら、いつの間にかリアルドキュメンタリーチャンネルみたいな、うちの家のリアルドキュメンタリーチャンネルに変わっていきました。で、その変化の中で、チャンネル登録者数も増えて、再生数も増えて、で、まあもちろん収益も増えてるみたいなことがこう、出てきたわけですね。で、その専業 YouTuber にならなければ、思った時期っていうのは、こうもっと再生させるにはとか、もっとチャンネル登録者数を増やすにはとか、ファンの方にね、どうやったら喜んでもらえるのかっていうのをすごく考えて、でも絶対に毎日投稿はしないといけないみたいな、そういう感覚ですごく真剣に考えた時期があったんですよ。プレッシャーとかも、そう、プレッシャーをなんか勝手に感じてね、でその時ってなんかもうすごい辛くて、なんかお金のためにやってるのか、うん、みたいな、なんかその方針がわけわかんなくなってて、そうだね、楽しくもなくなっちゃうしね。うん、どうだった見てて、そういう時期。いやもう私もうやめればいいのにって思ってだってね、好きな人が苦しむの見たくないし、また隠したらいいかもしれない、私もわからんくって、うん、まあ、とりあえずも離れた方がいいと思うっていうのは思ったかな。うんうん、まあそういう時期がありましたけど、もう一回見つめ直したら、やっぱ最初思ってたこと、なんか Vlog をただ YouTube で公開する。で、それが面白いと思ってくれて、見てくれたら嬉しいよねっていう、そういう自分が楽しいなって思う感覚、で、それを共有したいなっていうような動画を、
後悔するっていうこと、それを結構心がけるようになりました。今はとっても楽しく、YouTube は続けさせていただいてます。投稿頻度はね、2日に1回っていうので下がりましたけど、すごいこう余裕を持ってこんな動画出したいなみたいな感じで楽しく動画を投稿させていただいております。なのでこれからもね、サモン氏の僕のペースで、我々の日常をこう切り取ったね、面白おかしい、時には悲しくも幸せな日常をそのままね、皆様にお届けできたらなということでやっていきたいと思ってますので、先ほども言いましたが、リアルドキュメンタリーチャンネルとして運営していくので、サモファンの皆様は、ぜひこれからも応援をよろしくお願いいたします。ということで今回はリアルな収益の状況と運営方針について語る動画をお届けしました。また今回のね、収益動画が好評だったら、まあ全部出しちゃおうかなぐらいの感覚で赤裸々にお伝えしていきますので、これからも応援よろしくお願いいたします。お願いします。サムちゃん最後締めて、どう、これからも大切に育てるよ。うん。じゃあねー。